どうもお疲れ様です。あの、公園が廃止になったって話ね、前にしました。あの、子供が、あすごくね、声がうるさくって、その、公園に対して、うん、近くの住民がですね、まあ、ご老人とかを中心にして、あの、まあ、子供がうるさいから、公園をね、もうなんとかしてくれってことを市に掛け合ったら、市が公園の方を、じゃあもう、廃止しましょうって言ってね、公園をもう、やめてしまったんですよ。で、さら地にして、 また住宅でもね建てるようですけどもねそこをね、うん、でこの話なんだよそれ子供の声がうるさいぐらいで公園やめるとかどういうことなんだって思うでしょこれにはね重大なオチがあったんですよそれはあの報道ベースではその辺で終わっていてえー、まあね老人は公園で遊ぶ子供たちのことをんだと思ってるんだみたいな感じで終わっていったんですよねであの それを取り扱ったテレビのコメンターデータとかも揃ってですねもう10人分10人はいなかったと思いますけども全員が全員あのこんなことでね地域の平屋を守れるんだろうかとかねわがままな老人が増えてるみたいな感じで終わってすごくね老人に対して悪い印象それで子供たちかわいそうみたいな印象で終わったんですよ。あとは市の方もねそんなことで公演配信してどうなるんだみたいな。 そんな戦々恐々とし終わったんですね。で、その後のことを気になってリサーチする人ってほとんどいなかったんですよ私気になったんでね、いろいろね、おせっかいにも調べたんですよ。そしたら何が起きたかっていうと、全く反対の私の感情になりましたね、まあ。というのがね、子供たちが公園で騒いでうるさいっていうのは、もう十数年前から続いていたらしいんですよ。だから十数年前から子供、同じ子供がそこでずっと騒いでたわけではないんで、 入れ替わり立ち替わりその公園ではあの子供たちがねなんか大きな声で騒いでいたっていうことが起きていたんですよで住民にしたらものすごいそれがストレスだったんでしょうねじゃあ子供が騒いでうるさいってどういう状態だと私たちは公園で遊ぶ子供っていうふうなことを聞くとまあ5歳とかねせいぜい10歳ぐらいの子供のことを想定すると思うんですけどもそれ違うんですよあの1415歳ぐらいのね 子供を中心としてで少ない時でも5人多い時では20人ぐらいの,その子どもというにはね、うん、まあ子どもなんですけどもでももうね体も立派に大きくて身長160前後のまあ遠くから見たらちょっとこう大人みたいに見えなくもないようなそういうのが少ない時で5人とか多い時で20人が 騒いでいででたって言うんですよじゃあどんな騒ぎ方をしてれたのかっていうと大きな声でガーガー言う中でもいろいろありますよね小さな子供がキャーキャー言ってるうちはまだいいんですけどもね、まあ、うるさいなぐらいで済むかもしれませんけどもそれは中学のね2年生とか3年生場合によっては高校生みたいなのが来てどんなことを騒ぐかっていうとセリフもね「火つけてやるぞ!か」ぶっ殺すぞ!」とかみたいな、ね、こういう感じで騒いでる声もたまに聞こえてあとはあの大声で笑ったりとかね あとはなんかビールみたいなのを飲んだりとかね、タバコをプカプカ吹かしたりみたいなこともあったらしいんですよ。まあつまりは、そういったちょっとグレたやつのたまり場になっていて、十数年前から。で、先輩から後輩にその場所が受け継がれて、ずっとね、あの、怖かったらしいです。ゴミ箱に、あの、タバコの火の吸い出って投げてね、ぼや騒ぎも起きたみたいですし、もうとてもじゃないけども、あの、家族連れとかね、 それこそ3歳、5歳の子供を連れてお父さんやお母さんがその公園で遊ぶってことができなかった状態らしかったんですよ。で、付近の老人がクレームを市の方に持ってったって言っても、その地域の、その、公民館じ,じない、町内会。町内会とか自治会の人がね、当然お年寄りじゃないですか、そういうところの。あのー、会長みたいな人ってのは。で、そういうのが本人に言うのはすごく怖かったんで、で、もうね、 もう何年もそれを十数年それで苦しめられていたらしいんですよ。というのが最初の頃はまああいつらも大人になったらいなくなるだろうと思って確かにその頃に集まっていたあの中学生ぐらいの子はねもう今は立派な社会人ですよだからもうその公園に遊びに来ることはないみたいなんですけどもでもそいつらが仲良くしていた後輩が「お居心地のいい公園だな」みたいな感じでね公園の近くにはその自動販売機もあったりとかしてね うん、で居心地がいいからずっとそこに座ってねでまた後輩から後輩へ受け継がれていったんで地域の人は1年とか2年耐えればこいつらもいなくなるだろうと思ったら入れ替わり立ち代わり新メンバーでその公園で同じように大声で騒いだりとかねちょっとこう喝みたいなことをやったりとか、うん、なんかとても怖くてあの夏場もね窓を開けて。 顔でも見られたらなんか因縁でもつけられるんじゃないかなと思って、窓も閉め切ってね、カーテンも閉めて、その公園の前を取るのもすごい緊張感だったらしいんですよ。で、そういうことがあっても、たびたび市の方に掛け合ってね、市の方も調査に来て、ああ、これはちょっと怖いよね、みたいな。でもだからといって、警察が出動してなんかするようなところでもないし、そもそも路上でやってたり、人の家の前でやってるわけじゃないって、公園なんでね、うん、まあ公園で大声って言ってもね、 ふざけて喋ってるぐらいなの排除もできないしなっていう、すごく困ってたらしいんですよね。うん、で、そういう中で、じゃあもう公園をここもう配信して他のところに移動させましょうみたいな感じでずっと計画を進めてたらしいんですよ。だから公園そのものは移動させたところにあるらしいんですよね。そっちの方にも作ったらしいんですよ。で、今度は公園を新しく作るときに子供たちが遊べるように、そういうね、 えのが近づかないいよううにっていうことであの交番の近くに立ってたらしいんですよ。ねまあ、こういった経緯があったんですよね。だからね、報道の罪ってのはここですよ。大した取材もしなくてそて、これはスクープになるなっていうところだけは切り取ってね、だって公園で子供が大声で遊んでるっていうのは、ちっちゃい子供を私たちは想定するじゃないですか、でもそうじゃないと。大声で騒ぐっていうのもいや セリフの内容によっら怖いですよ <laughs> で子供たちって言ってもねなんか23人がこうこの少子高齢化の時代に砂場で遊んでるみたいなことを考えるんじゃなくてもうなんかね地域とか近くの,その近隣のね中学生が集まってねいわゆるヤンキー行為をしてるわけですよはあ怖いでしょそれは <laughs> 気持ち悪いし <laughs>、うん、で公演があの廃止になったとかね 廃止って言っても、そこは廃止になったけど、すぐ近くにまた移転してできてるわけですから。それは市長さんもよくやったって感じですよね、それはね。うん、で、しかも、地域の老人が、クレームをたびたび出したっていうのもね、地域の老人って書き方するけども、自治会の会長とか役員がっていうふうにしないわけですよ。まあ、これはね、本当に多くの人に、老人は悪い奴だっていう印象を植え付けることに成功したんじゃないかなと。 子供たちはかわいそうだみたいいな印象はねいやさすがにね中学生2年生とか3年生のが寄ってたかって集まってねそれはタバコプカプカ浮かしたりビールみたいなの飲んでね騒いでたらそりゃんかこれはひともんじゃが起きるぞっていうふうに地域の方は不安になるでしょうだからそういう報じ方をするべきなのにそういう報じ方してないわけですよでしかもその,あのニュースっていうのはそこで終わってね 後追いとかさらに詳細をってのを私みたいな人間がやらない限りは誰もやらないでしょ悪い印象で終わってだから結論を出しちゃうとそういう風うになっちゃうわけなんですよなんでだろうと本当かなと子供って一体何なんだろうなとかね、うん、まあ例えばね、うん、他にも例があるんですけども黒ずくめの男がその現場から走り去っていったらどういう印象を持ちますでも黒ずくめの男って言っても 確かに男だけどもそれは中学1年生の学ランを着た男の子かもしんないわけですよ。黒ずくめの男っていうような表現したら間違いではないんだけども全く違った印象を受けるよね。ねえ。40代ぐらいのね上下黒のスウェットを着たなんか不審者がっていうのとどっちかっていうと黒ずくめの男っていう風な表現近いわけですよ。でも男でもも <laughs> 男 1 2 3歳は男っていう風な言い,い方言するかな <laughs> 少年がとか言ってくれよみたいな感じでしょ、うん、だからそうやっていろんな形で私たちは情報が歪められて届いてるんじゃないかなっていう風に何かね情報を目にした時見にした時に覚悟しなければいけないんじゃないかなと思うんですよ歪められて届いてるんじゃないかなじゃあ見てみようかこの表現にはさまざまな意味に枝分かれする 可能性があるけどもそのどれだろうっていう風うに模索しながら見ていくとかね、うん、だからなんかその展開力がない人を引っ掛けるために記事っていうのは書かれてるもしくは伝文っていうのは作られてるっていうふうにいつもいつも疑っていかないといけないかなっていうところですよねはいえそれでね、えー、話題はあれに戻りますけども私もね三千数百回ね回した動画でで10分の1ぐらいうんだから8件から9件 なんかすごい400件ですからね制約がね借金ペースでまあ1000万超えたあそんな1月でしたねあの時はね最初は1件1件対応してたんですけどもう動画作ってもう途中からブワーって来たんであもうこれダメだと思って1括の動画を作ってそれをコピーペーストしましたでもね400件に対してあの返信メールを送るのもなかなかのもんでしたよ、うん、まあでもおかげさんでねこうやってやってられますしね自分なりに あの瞬間風速的なもんではありましたけども、うん、記録が作れたかなと思いますね、うん、であの頃 FX のスキルがあったら FX も売ってたんですけどもあの頃はもう FX のスキルなかったんでね <laughs>、うん、あ,れあの時はあの時でそれがベストでしたじゃあ同じことができるかっていうとやっぱりねあの時のタイミングにも手伝ってもらってってことなんで暗号通貨を中心としてね、うん、もうここ10年 いうか暗号通貨が生まれてこの方一番ブームだった時じゃないですかねあれが、うん、だからまあ良かったと思いますよねああいうふな風がまたね吹けばと思うんですけども、まあ、吹かないでしょうねなかなかね、はい、ということで今回以上ですお疲れ様です